少し前の横浜、少し前のベイスターズ、ラミレス、中村のり、ブランコ、これなんで弱かったんや。満身投手、かなり前じゃないの。そもそも DNA ですらなかった記憶。おじいちゃんの言う少し前、 DDS リリーフ山口俊が炎上してたから、高崎健太郎とかがローテ回ってたから、挨拶覚えたばかりだし、しゃあない。伊能がフル回転してた年やってか。ブランコが春先すごいペースでホームラン量産してたな。でも2013のベース面白かったよな。もうガンブランコとか鶴岡とか、あの年から明確に変わり始めた印象。モーガンってそんな前やっけ。自前の選手が貧弱すぎた。すれたい全員ベイジ前の選手じゃないのに、めちゃくちゃ DNA ベイスターズ感あるわ。石川優陽、高崎健太郎、ブランコって横浜にいたんだっけ。強くなりかけてた頃。それ賞味期限切れてないのブランコだけやんけ。村田、内川、田村、金城、これでも勝てないチーム。ご視聴ありがとうございました。